番組はスマイル本舗の提供でお送りします。はい、また火曜日の夜がやってまいりました。今日はなんだかねお天気があまり良くないですけれども、はい、いやもうずっと天気悪いですね。ねえ、暑いから天気悪いに変わってなんだかすごい暑いな今年の夏はと思ったら、急に寒くなって急に雨がまた、ね、8月の平均気温はなんとなく例年通りなんじゃないですか。あ、これで平均すれば後半で取り戻して、なるほど、ね、死ぬほど暑かったけどね、はい、僕ね長雨っていうとね、はい、僕はもう今からもう27年ぐらい前ですか、はい、入門の時の秋を思い出しますよ、はい、初日入って入門許されて行くようになってから、半月以上ずっと雨降ってて、はい、でほら洗濯を我々前座をやるじゃないですか、はい、もう乾かないんで、はい、もうしょうがないからもう洗ったやつを、はい、あの何コインランドリー持ってって、で全部やっちゃうともったいないから、はい、ちょっと乾かしたのをうちの中干して干すっていうのをね日々やってましたね。あ、長雨になるとそれを思い出す、本当に思い出す、なんかでもその時はほらそのなんかこれから物始めようっていう感じだったから、はい、その元気があるんで、あの陰陰滅滅とはしませんけど、はい、人によってはね、この天気はちょっと危険ですよこれ。あ、ちょっとね、おかしな事件とか起きますよそれは。あ、そういえば師匠だって今日、はい、なんか駅前ですごい変な人いたって。駅前でね、あのね太ったねおばちゃんとおじさんがね、だろやだおらおらだ、やだやだだなって言って喧嘩してんだよ。わ、中国人すげえなーと思ったらね、私がねって日本人だから、ね、日本人かよと思って。でもちょうどね、あのほら階段東口階段降りたところの、はい、喫茶店の前なんですよ、はい、あそこはちょっと分岐点なんですよそうなんですか。はい、一応男の人は左側に立ったんですけど、傘持って、まあ、こういう感じなんですよ、でこう持ってくと、はい、何個かホテルがあるんですよ。あ、なるほど、はい、だからその、はい、なんかちょっととりあえず気分を悪くさせないまま、そっち側にこう持っていければなと思ってると思うんですよ。で女の人はそこにはそこまでまだ気が付いてないの、だけどでもあなたは優しい人だけどこういうところに問題があるみたいなことをいろいろあげつらっててですね、でもそれに対して男はそれでなんだよって言うとそのまま終わってしまうから、うんうんって言いながらこうじり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 こう左へ持ってこうとしてましたよ。ものすごい光景に遭遇して、はいはい、まあよく見ますけど、そういう光景、ね、そうなんですか。湯島とかでもよく見ますけど、そういうのね、お花うぐいす谷とかでもね、日暮里とかでも見ますけど、でもちょっとねやっぱこう気候のせいでそういう人が ね、はい、出てくるんでしょうね。やっぱりたまに思い切ったことする人いますからねそうですか。こうラフォード前にドーンと、ドーンとかってわーって押し込まれて、うやむやに中に入ってっちゃう人とか僕が一番知ってるかっこいい人はですね、二人で歩いてると、はい、男たちがスーッと一人で入ってっちゃうんですよ、はい、で中でこうやって待ってるんです、で来るか来ないかあなた次第で、で来たらほら自分向こうがそのまま来て来たんだと思うし、はい、来なきゃそんだけのもんだっていうすごいと思わないなすごいですね、自信があるっていうか。どうしたんだろうと思ってとりあえず様子を見に行ってもそれもダメなんですか。全然もう、はい、全然出てこないです。出てこないですか、はい、だからうちの弟子の話なんですけど大体分かっちゃうんですよ。こうやって喋る人ですよ。やめてください、やめてください、やめてください、まあ、そんなこんなで、はい、今日もね、今日はノンアルコールで今日はお送りしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう、はい、春菊スイカの今そこ放送局。こんばんは、今そこ放送局です。はい、古今亭春菊です。三遊亭スイカです。ねえ、今実は今日は、はい、さっきスイカさんにもいいねを押していただきましたけども、はい、今そこ放送局の Facebook ページが、はい、ちゃんとしたものがリニューアルできました。リニューアルというかもうなかったんですけどグループとしてずっと長くやってましたけど、はい、まあ、いろいろうるさく言うもんとか新しくできました。いろいろ中身も設定も変えたりもしたんですけど、変えたのダメだ、またそっちは戻しましたけど、秘密のクラブに秘密クラブに戻しましたけど、まあまあそんな、こんなで、まあ、一応皆さんにこうCウェーブのサイトからもリンクがちゃんと入るようになったので、もうでも昨日一日で、はい、昨日一日でもう130、140ぐらいですか、もういいねいただきましたんで、もうこれからね、はい、見ないは知りませんよそんなものは知らないですけど、一応まあこういうのがあるよっていうことをまた改めて知っていただく、ね、機会になりましたんでね、はい、よかったなと思いますけども、そういえばおととい何かお祭りが、はい、あ、
あったそうじゃないですか。そうですよ、落語協会の写楽祭という、あなたの協会ではそういうのがあったそうです。賞も落語協会ですけれども、あの写楽祭ですね、湯島天神でありまして、もうたくさんのお客様にですね、ご来場いただきました。本当にありがとうございます。あ、そう、なんか延べ人数とかないの？そう、決算発表とか。まだ出てないんです。あのシールズ発表とかないの？そういうのないんですけど、あの本当にたくさん来ていただきましてね、あのまあちょっとブースでね、あのこういろいろ物を売ったりとか、それ以外にもイベントスペースっていうんですか、そういうとこでこう踊りとか。誰か一人ぐらい死んでないんですか？死んでないです。誰か、あの結構バンドとかね、いろいろまあ催しあったんですけど、本当にあの最後の最後のフィナーレ、住吉踊り、まあ私出演させていただいたんですけど、その直前にもうずっと曇りだったんですよ、雨が降り出しましてね。そうでしたね、僕もあの4時ぐらいに、あっと思った時に、あ、降ってるなと思って、ポツポツポツ、これは湯島大変だと、これどうしようと思って、それでまあ始まったんですね。で、始まった時はまだね、ポツポツぐらいだったんですよ。カッポレ始まったらザッってものすごい勢いで降り始めちゃって、びしょ濡れカッポレという新しいバージョンが、そう、まあでもね、まあ、この浴衣ももうこれで、あの、まあ、洗濯やめちゃうんですか、出せばいや浴衣を脱いで置いてくる、どうせ洗濯出すからいいやと思いましたね。あ、ちゃんと出すんですか、あれ。出さないですよ、ちゃんと自分で洗って。そうだろ、なんか偉そうじゃなと思って、バレちゃえばそうです、ノリだってことでパンパンやったら自分でやりますけれども、いやでもまあまあいろいろ催しがあって、はい、そうです。なんかあのなんか面白い催しありました、そのあの、やっぱあの金八師匠なんかやってました、今年は。金八師匠ですね、はい、今年も千両みかんやってましたね。だって涼しかったです。売れないでしょ。いやでも売れてましたよ、本当に、まあ、食べ物、あのブースは結構、はい、午前中に売り切れるとこほとんどなんか少なかったとか言ってた、ね、食べ物は今年ちょっとね少なめだったみたいですけれども、で、あの結構物販っていうんですか、それもねお客様かなり買ってくださいましてね。あ、そう、ほとんどの店完売って感じでしたけど、すごいね、なんかそういうちゃんとするんだ ね、はい、ね、これまたあの来年も多分あると思いますので。あ、そうですか、来年はねぜひ。いやうちも自分実はね、あの祭りやってたんですよ。え、どこでですか。僕ちょっと午前中と午後ちょっと仕事があって、あったんですけど、夜はうちはあのさんま祭りを、うちは、あ、それは自宅で大船渡からですね、知り合いの方から15匹さんまを送っていただきましたので、もうね今回はね、やりましたね。何がですか。もういろんなことして食べましたね、で去年もやった、1日違いで去年もやったんですけど、今年もシンプルに焼くだけじゃなく、あ、もちろん違いますよ、もうだって刺身で食えるやつですから、もうこう、もう尻尾を持ってこう下ろしたりとかがね、うまくなってましたね、1年経ってね。そうですか、もうあと刺身でしょ、サンマの刺身と、それからなめろう、あとこう身を裂いたやつの骨をまたカリカリに焼いたの、つまみにしたりとかして、あとそれから今年はですね、あの刺身の時に、まあ、一応まあ子供ちっちゃいんで、あのほらいろいろちょっとほらちっちゃい小骨とかでこういうの嫌いになっちゃいけないんで、小骨のある細かいラインをずっと横に裂いたりなんかして、あとは腹筋とかもこう裂いたものを食べられるものだけを残して銀のアルミホイルでですね、あのいわゆるそのいらないものだけを蒸して食べるっていう、まあサンマのホルモンといえばホルモンですし、まあ、ちょっと全国残酷蒸しとか呼んでるんですけど、それがまあ本当に美味しくて、あの綿って、まあ、好き嫌いあるんですけど、やっぱり鮮度のいい綿はそんなに苦くないんですよ。あ、そうですか、ちょっと私はちょっと苦いの苦手で、 あんまり食べないですけど、それでね、気仙沼の酒を出してきましてね、一人でゴンゴンを言っちゃいましたね、一人でね。随分飲みましたね、飲みましたね、本当に美味しくて、でもちろん焼きも、やって、その次の日は、全部煮物にしましてですね、もうそれもお酢を使ってこの骨まで食べられるやつを作りました、これがまあ本当に美味しくて、もうたまらなかったですね。写楽祭よりもサンマ祭りで、そりゃそうですよ、それはもう家族団らんの方がね。あ、なるほど、まあまあまあそんな感じでございましたけど、まあ先週はね、先週もあの来週の予定でって話したんですけど、あの例の A6 助さんの先生どうですか、長住亭という、お元気でしたか、西尊寺さんという、はい、最も尊い寺とかで西尊寺ですからね、ちょっと不尊な感じもしますけども、あの寺さんで、で僕 A さんとねリアルに会うの2年ぶりぐらいだったんですよ、でその前のもあった時と本当にガーンと一回落ちた時がありまして、2年前ちょっと戻したんですね、それは何かっていうと、自分のは
なんか自分がただお絵描きだと思ったら、ええ、バセドウ氏病ってことが分かって、それで悪いってことが分かったんで、はい、それに対する治療をしたりなんかしたんで少し良くなったんですけど、さすがに加齢もほどほどに来てますから、はい、もう本当に本格的にちょっと今、はい、あの時計が終わりかけてるんですけど、はい、秒針、時計のね、はい、大きい時計あるんじゃないですか、はい、で秒針の赤いやつがこう、はい、電池が流れてくると、はい、降りてくるといいんですけど、はい、上がっていかないといけないんですよ、なかなかこう あんな感じなんですよ、はい、こうみたいな、はいはい、僕は亡くなった線の新橋賞が最後の講座、はい、亡くなる前の日の浅草行方の講座を見た時に、本当に止まりかけの病心ってのはこういうんだなと思ったんですけど、はい、本当にもういつ行ってもおかしくないっていう、ギリギリまで、はい、でもギリギリまでやっぱり、ね、親さんもやっぱりそういうライブの人なんですよね、はい、でだから結局その長住にてもう今日その時の話では9月やって12月でおしまいって話だったんですけど、はい、長住にて一応もうちょっと持つことになりまして、はい、会場もねなんか近所のなんかその狭いところでやるはずだったのが、はい、長住にてのお寺さんのその本堂を貸してもらえることになりまして、はい、で年に2回なんですけど、開催をすると、はい、で A さんは来るかもしれないし来ないかもしれない。どういうことですかそれ。それはその時の体調で、その日の体調でね、来るかもしれないし、落語会はやるけど、そう A 先生はちょっとその時来るか来ないか、その時にならないとわからないっていう、それはもう行ったお客さん見たんだからね、はい、だからね、これでね、ああ本当にと思って A さんに会えるかもしれないし、はい、前回が最後になるかもしれないし、はい、そこのところは皆さんはもうお楽しみくださいと、はい、思い出、どっちも思い出だからね。ああ前回ああそうかなあそこで喋ってたんだとかね、はい、で今回もかなり行ってましたんで、ちょっといつもに比べてもどうかなと思って見てたんですよ。でまあ僕もあれこの芸歴だとギリギリに講座がってる芸人さんいっぱい見てますから、もうかなりのすごいところまで来てて、でとりあえずもう順番がまず分かんないんですよ。まず最初に長住でってのは前座さんがあって、そこに次 A さんが出てゲストを紹介して、はい、ゲストをやって休憩で話が2人出るっていうパターン、はい、で今回はそのこたつっていうことを僕が出るんで、後半だったんですけど、こたつさんってあれです、今前は達人、今こたつになった、彼が出てやったんですけど、はい、A さんがあの出囃子になった瞬間にあのさささささって上がっちゃったんですよ。なんでですか。あれもうだから分かんないです、分かんないですよ、上がっちゃって、でマイク持ってみんながざわざわしてるんですよ、はい、で後ろでもあ どうしますどうしますかって言ったら、夏休みの宿題って言ったんですよ。はい、はい、みんななんだ、はい、夏休みの宿題ってまた言って、はい、3回夏休みの宿題って時に、でそこに遠藤靖子さんっていつもね、はい、海添人がいるんですけど、はい、もう TBS のアナウンサーでも、はい、アナウンサーだけ48年ぐらいやってるんですよ。もうすっごい今今年役どあの役じゃねえあの年女だったよ、72の年女で、はい、もう何の心配もない喋りなのよ。すごいね、はい、プロだと思った、はい、まあ黒柳さんもすごいですけど、はい、まあすごいと思って、はい、でそのバッて来て何ですかって言ったら、そのやっぱりちゃんと A さんは昔からそうだけど、本当にそのネタのポンと最初に1回目のツッコミが本当にお上手で、今回も夏休み宿題って何かと思ったら、なんかそのなんかちょっとなんてやってきましたかみたいなことをいじって、なんか違う話するなと思ったら、そうじゃなくて女優のなんだっけ岸田京子さんが子供の時にそのいろいろ学校の先生が出した宿題で、絵日記を夏休み楽しすぎて遊びすぎて絵日記を書くの忘れちゃって、そのまま出したんです。ただ先生がそこにスッて丸をつけてくれたんですって、はっ、い、と思った時に、ほら先生が私がねやってないのを怒ったら、学校嫌いになっちゃうと思ったから、はい、まあ、ちょっと特殊な人だったんでなっちゃうと思うから、私のこれで書く暇もないほど、楽しかったんだね夏休みで丸つけてくれたってことを思って、はい、あやっぱり学校頑張ろういろんなことやんなきゃと思って一生懸命やって、で、女優になって、でこう自分でわーってやった時に、はい、ある時そのお芝居に先生がその先生が見に来てくれたんだって、来たからだから先生に、あ、来てくれたんですかって、おお、なんかちょっと来たんだけど、そのなんかそのすごい感じで来た感じじゃなくて、あ、なんかちょっと剣があったから来たみたいな感じで来て、で先生にね、私
丸つけてもらったんで、あれからあの一生懸命頑張って今余裕になってこうやってできるようになったんですって言ったら、はい、あれはね、あの絵描いてなかったんで0点の意味だったんだよっていうネタなんです。それでドーンと受けて、でそこから、まあ、あやふやでしたけど、まあまあなんだかんだ話してね、受けてましたよ。いやいや、もうあ素晴らしい構成力といいなんといいね、よくできてるなと思って、でその中で、はい、自分でわーって喋りたいことだけ喋って、あとは遠藤さんどうぞっていきなり無茶ぶりに置いてって、はい、その後遠藤さんで5分ぐらい喋んなかったけど、なんかとりあえず着地点だけ見つけて、はい、もうやってましたけど、もう驚いた本当にでもだからそうだね、やっぱ一緒にいると怖いよ、だから本当に 何されるか分かんないからさ、まあ、まあでもまあそれでいいなと思ったんですけど、はい、やっぱりでも我々やっぱりそのこの9月10月っていうのは危険な時期でもあるんですよ。何ですか危険って。あのやっぱり夏を乗り越えてほっとしちゃうと、はいはい、いうことで、はい、あの9月10月に芸人がいっぱい死んでるんですよ本当に。ああ、その話なんか、はい、前もなんか本当大阪ラプソディみたいな、あの人もこの人もって感じでみんななんですけど、もう9月1日が、あの炎症症ですからね、はい、習志野の文化ホールで、いわゆる毎日講ですよ、はい、お線香の星雲のスポンサーががっつりついて円楽とこれから頑張るぞっていう時に、ポンと、ね、その楽屋で亡くなっちゃったんで、楽屋で亡くなっちゃって、はい、でそこから始まりまして、9月、7日がその線の新橋師匠が亡くなって、はい、でそれから17日に馬生師匠が亡くなって、9月15日に新吾師匠が亡くなって、それから10月1日に新長師匠が亡くなって、はいはい、で13日にうちの師匠が亡くなってるんですよ、はい、うちの一門ばっかりですよ。古今亭は危ない。古今亭一門もう9月10月バンバン危ない死ぬんで、本当にね、そうなんですよ。だから僕は、あのうちの師匠が亡くなる時もう東京にいなくて、あの東北行ってたんですけど、もう10月半ばだし、はい、今回の旅は来るなと思って行ったら来ましたね、やっぱりね。まあ、そんな感じでやっぱりね、はい、もう気をつけなきゃいけませんね。そうですね、まあちょっと本当にね気圧もね、うん、ありますからね。そうなんですよ、やっぱりその季節の変わり目は変わり目はね、はい、まあその夏がやっぱりきついじゃないですか、この数年、本当こんなきつい夏ってあんのかと思うぐらい夏はきついんでまあそのほっとしないようにですね、はい、油断せずに我々も頑張っていきたいなと思った、そうですね、気持ちを込めまして、ちょっとじゃあ何も聞きますかもう流す未定の話は、あ、流す未定なんか、そうですね、まあいいんですけど、まあとりあえずまあこれからもやっていくそうなんで、お客さんもいっぱいでいっぱいでした。で、ちょっとお客さんにも聞いたんですよ、でこんなことになって、実は次回終わっちゃうんですけど、で来るか来ないか分かんないですけど、あのそれでもいいですよねってみんながこう反響してくれて、でそれで皆さんにそのとりあえず12月がまだとりあえずあるので、なんでここにいらしてるんですかと、はい、この情報をね、どうでしてるんですか、はい、東京カラーバンズがみんなポカーンとして、はいはい、もうカラーバンじゃないんですよ、はい、何かと思ったら12月に配るハガキなんですよ。1年間の予定の、はいはい、予定を組んだハガキを配ってるのを見てきてるので、ちゅうことは、12月に配らないとダメですね、これね。あ、はい、みんなカバンから当たり前にハガキが出てくるんですよ、かなりアナログな方法で。そうですね、やっぱりだからその、まあまあ、今時珍しいです、ね、まあ、見る人見りゃ、みんなそんな人ですよあのこっちにアナとログって書いてあるような人たちばっかりなんでもうネットで調べるとかそんなこと全くなく、そうそうそう、もうそういうのはない人たちだと思いますので、まあ、それで来てくださるということなんでね、頑張って、それでまあ、あのやるのはまあ春秋ぐらいに、暑くもなく寒くもない、我々が面倒くさくない時期にやろうとはい、まあ、あとそれとうちらいけない町会の人たちが、あの落語が始まると飲み始めるんですよ、はい、あ、はい、でちょうどそれが寄席のやってる会長の下で飲み始めるんで、笑いが全部ドーンドーンと上に来るという苦情が来るという、まあ、それはある、まあ、それは我々のお手伝いしてもらってるので文句も言えないので、はい、こういうところで文句言っておりますけど、12月ももし、はい、あの行きたいという人がいたら、まあ、行けるんですか。そうですね、第1水曜日なんで、うちもちょっと今回は顔を出そうかなと思っておりますけど、
はい、A 先生のファンの方が見てるかもしれない。そうですね、最後かもしれない。そんなことない。いやいや、来るか来ないか分かんないし、来るか来ないか分かんない、うん、そう、来るか来ないか分からない。そうそう、で本当にそのまでに死んじゃうかもしれないから、ね、それはね、いやいやいや、大丈夫、まあ今秋ですけど、大丈夫です、分かんないですよ、大丈夫、秋危ない。僕は長住亭の前座になって最初の仕事は、A さんのお父さんが亡くなった男が行くんです。何の右も左も分かんないうちで働かされるっていうね、はい、そうそうそう、90いくつで大往生だから、お父さんもお母さんも90いくつで大往生してるんで、じゃあ A 先生もきっと90いくつまで、いやいや、もう 2,3 年でしたもん。いやいやいや、分かんないけどさ、まあ、転んだりしないようにね、気をつけていただいて。そうですね、もうそれは何よりですよ、年取って転ぶのが一番ダメですからね。そう言いますよね、だからなんか、その気をつけることが大事だし、はい、あとそのちょっと元気な人は、はい、若ぶってダメです。若ぶって、ね、そうそう、でも純子先生が言ってましたよ、うん、長生きの秘訣は走らないことだって言ってました、でしょ、はい、うちの父親がどっかなんか朝歩いてて、神社のつくばい、京原とかあるじゃないですか、はいはい、あそこのとこで、なんか知んないけど、懸垂しようと思ってガッて掴んだら倒れてきたんですよ。危うく首挟まって死にそうになった。なんで急にそれやろうと思ったの？わかんない。なんでしようと思ったらわかんない。急に試してみようと思った。こうやってガーって危ない危ない。ああ、なんか急にやってみたくなるんですよね。そうなんです。そうなんです。だからまあそれは気をつけていただいてね。はい、我々もね、はい、応援していきたいなと思っておりますので、まあそんなことでね、はい、じゃあ今日も聞いていただきましょうか。はい、じゃあ今そこ演芸団のテーマでございます。どうぞお聞きください。はい、笑うことがこんなに素晴らしいことだったなんて、本当バカだったよ、大事な時に何するべきかじっとも考えずに暮らしてたなんて、今僕らにできること胸に残った傷ない気持ち、ある晴れた午後に訪れたモンスター、途方に暮れたあの日、誰かのため落語のために特別なことをしたいんじゃない、不安から逃げるためじゃない、今までの恩返しのために、今すぐそこに、今すぐそこに、今すぐそこに届けたい心、あの日あの時の気持ちを、何もできなかった日々を、もう二度と後悔しないために、今すぐそこに、今すぐそこに、今すぐそこに届けたい思い、今すぐそこに、今すぐそこに、今すぐそこに届けたい、届けたい、
この番組はスマイル本舗の提供でお送りします。はい、今週もこのコーナーがやってまいりました。はい、いきますよ、スイカのね、はい、ありがとうございます。今週もメールいただいております。はい、ありがとうございます。はい、まずタラリンさんですね。タラリンです。台風ですね。もう一つ、タラリンです。飲み物を少しどうぞということでね、はい、今日なんか差し入れいただいてるんですよね。私はですね、はい、レモン、キレートレモン、レモン推しですからね。今日下であのレモンのお姉さん会いましたね。レモン色の服着てるレモンのお姉さんがいて、うん、大丈夫大丈夫って誰かと電話で喋って、うん、大丈夫、お金大丈夫よっていうね、なんか、ね、なんか意味深な会話をしてましたね。あ、そう、いろいろ取れるけどね。なんだろうと思いながら、だから溜まってるお金はまだ大丈夫なのか、あの闇ルートの送金の話をしてるのか、ちょっとなんか意味深な話をこの、ね、下でしてました。1回で、はい、私もね、今一緒にいただいたんですけどね、これなんかあのちょっと面白いんですね。うなぎに合うビールっていうんで、あ、はい、ドッポって言うんですよ。ドッポ、あの、面白いですね、一人歩きのドッポで。何ですかね、シュバルツ、だからドイツのビール、これドイツのビール。うなぎに合うっていう、なんかね、ね、不思議な、あ、違う、岡山市で作ってますね、これね。何がどううなぎに合うんでしょうね、これね。でも師匠あんまりうなぎね、そんなに頻繁に食べないですもんね。そうですね、僕うなぎ食べないんじゃなくて、うなぎをご馳走してもらうのは嫌いなんです。自分で食べたいですもんね。はい、自分の好きな店に行って食べたい、食べたいです。人から変な店のうなぎを食べさせられて、うまいだろうって顔されるのが嫌だと思うんですよ。師匠はうなぎ誘わないでください。はい、ぜひぜひ、うなぎいらないです。はい、いや、ありがとうございました。白焼きだけあれば、白焼きだけつまみにします、つまみにします。はい、じゃ続きまして、はい、デニコさんからですね。塩水花さん、こんばんは。デニコです。はい、秋の長雨かよく降りますね。うん、カッパ舞台でもびじょびじょですよ。うん、仕事柄お昼はないので、帰ってきてからお腹が空いたので乳麺を作り、塩わさびを入れたらうまい。塩わさび最高です。さて、浅草演芸場、あ、これ浅草演芸ホールですね、とかの看板に、うん、出演者の名前が書いてありますが、うん、落語家さんは黒で、漫才さんとか赤で、うん、赤いから漫才さんとかを色物というというの本当ですか。これから寒くなるので、風邪などひかないように。あ、プロは風邪ひかないんでしたね、失礼しました。それではまたバイチャということでね。だいぶ分かってきましたね。これね、あの赤と黒ね、はい、これその通りですね。岩崎よしみですね。何ですかそれ。赤と黒といえば岩崎よしみです。知らないです。知らないですか、ね。はい、デビュー曲です。あ、そうなんですか。はい。いや、それはもうその通りですよ。いわゆるその寄せでは、そのね、名前が昔はそのビラといってこう書いてあるんですけども、区別がつかないということで、演芸をやる、演芸というかその漫才とか音楽とか、ね、大神楽とか手品とかやる方のことは赤い字で書くと、はい、で落語さんは 白字に黒で書く、はい、ということで、色がついてるんで、色物さんと、はい、こういうふうですね。そうですね。ところがですね、はい、浪曲の世界に行きますと、はい、私たち、たまにゲストで行ったりするんですけど、色物さんって言われます。ああ、そうなんですか。あ、色物さん次お願いしますって言われます。浪曲、やっぱりその、なんですか、浪曲ってのはやっぱ かつて、かつて演芸、大衆演芸の花だったんですね。はい、浪曲ってのはもう一番人気があって、一番売れてたんですよ。はい、その過去の栄光ってやつですもんね、これね。本当浪曲どうなっちゃうんだろうかっていうぐらいなもんですけどね。浪曲はね、はい、あのでも今若手結構頑張ってる方もたくさんいらっしゃいまして、そうですか、はい、うん、あの玉川大福君という男の子とかですね。おーおーおー、あと七福お姉さんとか結構いろいろ。福太郎さんのお弟さんってこと、はい、福太郎さん死んじゃったじゃん。そうなんですけど、もう福太郎さんすごい、お弟子さんたちすごい、あの自分の持ってる畑で自分のトラクターに引かれて死んじゃったんだよ。そうなんですよね。そう、オウンゴールみたいな、ね、あの自分のトラクターにっていうのすごいね。すごいなんか活躍されて、遺跡だったんですかね、これね、トラクターはね。いや、でなんで遺跡だ。遺跡の木か日の花というのがあるんですよ、コンバインは。だから、まあ、あの機会があればね、ぜひ皆さん、あの浪曲とか、機会があればちょっとやってみてください。落語以外にも浪曲とかもね、はいはいはい、ぜひ聞いていただきたいと思います。講談とかね、講談とか、まあ、そういうの好きな人も、はい、話し方もいますからね。そうですね、僕全然興味ないですよ。そうですか。でもなんかあのこう聞くと、あ、いいなって思う、うん、いや、それはすごい人のはうまいですよ、面白いですよ、はい、そのかつての、ね、名人とか、太田桃子っていいんじゃないですか、はい、
しょうもないですよ私お会いしたことない。あ、そうですか、すいません。太田桃子のデビューより僕立ち会ってます。あ、そうだ、ね、あ、でもそれデビューの頃だからじゃないですか。デビューでいきなりサラで分子持っといですよ、これもうちょっと分かんないと思いますけど、意味分かんないですよ。いや、まあ、あの落語の中だと、まあ、もう大ネタですけど、ね、5本目みたいな感じなんですかね、まあ、なんか浪曲だと5本目みたいな感じです、ね、私浪曲だとどういう位置にあるかちょっと分かんないですけどで、それでもうあんで、それでわざわざ浪曲ってさ、はい、舞台作るんだよ。そうです、ね、立ててすごい、はい、結構めんどくさいわけよ、でそれ で太田桃子がいて僕がいて、で太田秀夫さんが、はい、今のだからなんだい、秀夫さん今なんだっけ。あ、すみません、私ちょっと存じ上げないです。今偉くなってきたんですけど、その人が出るから、あ、僕じゃ先出ますよ、で、はい、なんか後半を2人で出てくださった、はい、その太田桃子、いやいや、そんな先輩がいるのにね、そんなあの私が先に出れば申し訳ないから、いや、めんどくさいよこれ、はい、立て込み、じゃあそのコツ上がっていいので、それはもう浪曲しか上がれないので、ちょっと困りますみたいな感じで、太田桃子やった後に、壊して僕がやってもう一回作って上がるんだよ、無駄な時間じゃんこんなんさ。でさらにそのせこいさ浪曲でさ、なんかもう師匠、あの、もうそれぐらいで嘘泣きみたいなさ浪曲してるんだよ。だから俺がさ、俺お前って笑っちゃったら、あれって思ったらこっちの熱い視線入っちゃったら、師匠にすげえ睨まれてて二度とその仕事呼ばれなくなりましたけど、ね、そういうの多いね俺。いやまあまあね、あの、いろいろといろんな仕事がありますけど、おばさんになったよ。綺麗だ、昔綺麗だったけどね。いや、ね、あの、ほら、あの、結構足立由美ちゃんみたいな顔だったじゃないですか。え、 お母さん足立由美ちゃん、目がこうクリッとして、あ、目がクリみたいな目してたねこういう三角みたいな、下がこうザラザラしてる。いや、私が言うのもなんか私生意気なんですけど、ね、生意気ですけどすいません。はい、あ、じゃあ続きまして、はい、まちぎらさんからですね。ちぎら、あ、ちぎらさん、ちぎらです。塩瀬さん、こんばんは。あ、メールしなきゃ、慌てて書き込みました、台風が来ていつ太陽が、晴れる日が見たいです。体が重いです。ではでは、楽しい番組ありがとうございます、ということでありがとうございます。やっぱ、ね、ちぎらさんたちもこれくついこないとお祭りが地元であって、はい、すごかったらしいですよ。え、何がですか。噂は何ですか。飲んだくれてひっくり返ったらしいですあら、まあ、お祭りですからね調子乗りだからね。いやいや、ありがとうございます、はい、はい、続きまして、あ、いつもありがとうございます。あなたのキャメロンさんからです。塩水香さん、こんばんは、はい、こんばんは。また台風がやってきてますね、うん、早く通り過ぎてほしいのですが、うん、台所の雨漏りがひどくなる。ほら、師匠、丸うんこたくさん出ましたか。何ですかこれ。通りですっきりしたお顔をしていますね、夫婦。2年ぶりの長住亭は楽しかった。 A さんと遠藤さんのトークは最高でしたよ、行ってよかったあんなに念入りに地図を調べたのに結局15分予定より遅れて到着、余裕を持って行ってよかったです。ニュー越谷でいいのかな、越谷の、支配人が、席をお取りになっていて、お取りになっていただいたので、椅子に座ることができました、うん、ありがとうございます、うん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 、今夜もパソコンの前で2人の楽しいトークを聞いてますからね、ということで。何ですかこのすっきりしましたかって、これ便秘だったんですか。しょ、便秘じゃないです。便秘だったことあんまりない風邪もひかないし便秘にもならない、もならしね、すっきりした顔してますけど、すっきりした顔してるんですか、抜いたのがやっぱり見えました、やっぱりね何ですかこれ。いいですね、はい、これなんか長住亭でそういうあの便秘なんですよ的なトークしたとかじゃなくて。いや、便秘でトークしてないですね。してないです。別にあの知らない人の前で便秘トークしてなくて席を取ってもらったんですって、その知り合いの方が先に行ってて、はい、でそれであのほら結構グッと入っていつも混むんですよ、はい、長住亭って、はい、でなんかいつも本当にその特等席みたいな席がもう、はい、鉱山のここに人がいたりするんですよ、はいはい、そういうとこになっちゃうとあれなんでっていうんで、早め早めに行ってなるべくその椅子のあるところに座りたかったんですけど、はい、まあ、割とこう方向があんまり得意じゃない、あ、15分かかっちゃったってね、迷わないで行ったって話聞いたことないですけど大概とかまあでも初めて行くところはね。そうですか。そうです、2回目ですもんね。あ、2回目、あ、そう、2回目って書いてあったまあ久しぶりに行くとこだった。そうですね、まあまあね、でもね、ねえ、これ早く、いやでも15分ですね。でも余裕があったから大丈夫でしたって書いてありますからね。席取ってもらった、そうなんですよ、A さんと遠藤さんのトーク最高だって、最高だ、よかったですね、もうなって何しろあそこからもう上がっていくとこなんで、これ足が臭い人がいたら大変なんですよ。
なるほど、うん、ありますね、たまに落語会とかで。あのね、もう今最近来なかった麻生さんっていう人がいて、はい、もう小三治師匠の大ファンなんですけど、はい、足が臭いんですでも本当にあの、はい、しょうもないぐらい臭くて、はい、ええ、あんな混んでる長すみてえのこの人の周りだけ空いてるっていうそのあれなんか僕の周り空いてるなっていう、そう、なんかちょっとオーラ的なものをね、出してる感じがするんですかね、なんかね、こわもてな、はい、わかんないですけどね、まあ、足が臭いなしょうがないですけどね、まあね、あの本人はほらもうあんまり気がついてない、あれもあのもしかして原因としては、はい、靴下が臭い場合ありますからね。でもそれはあってか靴が臭いっていうのはあるじゃないですか、うん、で靴と靴下が臭くて、ずっとその相乗効果で、もう絶えずこう、そうですね、いい感じにね、細菌が、だからちゃんとね、うん、洗って靴下も洗ったものを履いて、うん、足と靴下は清潔だけど、うん、靴の中がもう中敷きとかに匂いがもうついちゃってるっていう、うん、そうですね、そういうパターンもありますよね、はい、なんかでも 靴って言えば ABC ストアってあるんじゃないですか、はい、あそこ行くとなんかいつも余計なもん買わせようとしません、なんか知らないですか何ですか、中敷きとかですか、中あのね、この間はねこれちょっとこれ買ったんですけど、ランニング用のシューズ買ったんですけど、スプレーを買わせようとしたんですよ。おー、はい、そのこういうのこれはね洗っちゃダメなんですよ、この靴は、なので2回に1遍ぐらいは必ずスプレーしてほしいですっていう、そのスプレーをね、防水なのか分かんないけどね、うろうとするんですよ、はい、その前がなんかそのシャツみたいな全然わかんないですよ、なんかこうそういう風にちゃんとしなさい、抱き合わせみたいな言われてるんですね。あとエネオスに行くと、はい、ガソリン行くと、なんかいろんなこと言ってきますよ、何ですか、なんかそのなんかこう水滴がたまるのを防止するやつ、液体をね、あのそろそろ入れた方がいいんじゃないですかって、はい、あれ何かと思ったら、あのガソリン入れるところに貼ってんだよね、はい、いついつ入れましたとか、はいはい、なんか情報をそこに貼ってあって、でそれ自分たちで違うエネオスが見た時にそれをまた、あのセールするみたいな、よくは菊ちゃんほらで電話で住所のところにいろんな空き巣がさ、なんかその情報一人住まい女、年寄り、うんこたれとかそういうのが貼ってあるとかっていうのは、そういうやつがやっぱり、情報があって僕思わず自分でセルフの時気がついて剥がしましたよ、本当に。それが言われなくなったから、あ、やっぱりこれだったんだ、なるほど、うん、ね、あの腹立つ、で大体そのなんかそういう液体って、はい、なんか簡単に声かけておいて、あの会計見たらすげえ高かったりするんだよ、これあれっていうぐらい、もうでもやってもらった後はね、いやちょっととは言えませんからね、そうなんですよ、入れちゃったからね、そうそうそう、それはもう気をつけないといけないんですけどね、今週もメールありがとうございました、ありがとうございました、はい、であの今週って言いますかね、私ね、そう皆さんにねおかげさまで、あの9月3日にですね、こちらのスタジオで落語会、何度目ですか、できまして、あの3回目なんですけど、まあ、あの前2回は私が個人で一人でやってたんですけど、はいはいはい、今回はあのイッサーニさんと一緒に、はい、100万円盗まれたイッサー、そうです、はい、2つ目の集いという会をずっと、はいはい、あの春日のこんにゃく絵馬というところでやってたんですけれども、そちらの建物がちょっと工事が入るということで、うん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 、使えなくなったということで、まあ、こちらのスタジオを借りて、はい、先住落語の集いということで、じゃあここもそのうちなんかリフォームとかあるんじゃないですか、いやこちらはない、だってイッサーがやると会場がなくなるっていう、そういうことではない、伝説がだってそのこんにゃく稲荷の会場、そうなんでしょ、いやでも なくなったわけじゃなくてこうリニューアル、町屋にサンポップってビルがあったんですね、はい、その地下に時和ってよく飲み屋と、もう一個おたふくって店があるんですけど、あそこの隅っこであいつ落語会したんですけど、店がなくなりましたいや別にそういうわけじゃないですけどあの、ね、まあ、一茶の呪いがまたまたまちょっと工事入るということで、こちらを借りしてましてね、あんまり宣伝してなかったんですけど、まあちょっと東京カラバに載せるのと、まあ私たちね出演者の、まあ、あのホームページというかブログとかツイッターとかその程度で、まああとはちょっと一作のあのサーフボード持ってフェイスブックですが、こちらの建物に何枚か貼っていただいたりとか、まあその程度だったんですけど、メロンにもレモン貼ってないですけど、まあ、でもね、本当に 2,3 人かなと思ったら割と来ていただきまして、ね、あら、そうですか、本当にありがとうございました。伊沢さんほら町屋だから、あそう近所だからかもしれないですね、ご近所さんが前、ね、浜作出てもらった時も、普段見たことないおばちゃんとか、なんか一茶推しのおばちゃんがいるよねあいますね、うん、なんかちょっと派手な、
結構ね平日の昼の落語会ってね、うん、割とどうなんだろうと思いましたけど、いやいやそれはもう思いもつかないですよ、ね、そうですよね、うん、もうだからまたですね、うん、機会があったらやろうということになりましたので、はい、またぜひいらっしゃってください。そうですね、ぜひぜひ、はいはい、それでですね、はい、もう一個ですね、はい、ちょっと落語会で宣伝があります。いやいや、ちょっと先なんですけど、うん、これですね、はい、おどらくという去年もやりました、うん、若手住吉踊りの会ですね。おどらく、これ2015ですね今年は。悪い噂聞きましたよ。何ですか。あ、それは違うか。孫弟子の会があれば。やめて、孫弟子の会じゃないですこれはね、住吉踊りの住吉踊りやってる、若手の人たちの会でして、うん、今年はですね特別出演小演歌師匠と、まあ、和助兄さん、毎年じゃないですか。でも毎年講演家師匠と大体豊先生だったんですけど、今年は講演家師匠と休むわけじゃなくて和助兄さん、なんでかって言いますと、うん、今年本興行でも茶番やったんですけど、今回おどらくでも茶番をやりますので、和助誰だよの、和助兄さんと、まあ、誰かがこうやるという、和助兄さん今茶番をみんな若手に教えたりとかしてるので。そうですか、はい、いいですね。そうなんですよね、受けたがりだからね和助夫をねぜひいらっしゃい。10月1日は新潮師匠の、ね、命日ですので。ですよ。またですね、古今亭じゃ泥塗るわけですね、その命日に。そんなことね、こんな怪我してしまいましたみたいな住吉踊りを古今亭信用師匠がですね、はい、この座長ですので、座長ぜひその信用師匠のね座長見に来ていただきたいと思います、はい、なるほどなるほど。こちらぜひいらっしゃい。場所はどちらですか。場所はですねお江戸日本橋邸でございます。去年と同じ座長、本興行もですね、うん、あと写楽祭もちょっと住吉踊りみそびれちゃったなという方ね、うんうんうん、まだこちらで、今年最後の住吉踊り見られますのでぜひ来ていただきたいと思います。これ最後歌っちゃいましたね、もう、こんなたくさんで踊るのは多分今年最後ですね。一人で踊ったりするのありますよ。個人的に、でも自宅でとかね、自宅で。そうこのたくさんで群舞ですから、もともとはね踊るのは多分今年群舞だと思います。群舞って言うんですか。群舞って言うんです。あ、そう、大勢で踊るの、はい、群れ踊るだね、そうなん、ぜひいらっしゃってください。じゃあ、はい、群れ交わるのはどうするんですか。いいですね。はい、まあそんなこんなでね、はいはい、まあまあそろそろ割といい時間になってきましたけど。そうですか、はい、はい、そうですね。私もまあ一応今週というか1週間いろいろありますが、はい、去年からなんですけど、はい、僕の出身の小学校で、はい、落語会をね、4年生限定で、はい、やることになりまして、というのは、まあ、毎年スギカさんと年末に4年生限定やってますけども、あの話をちょっと地元の校長に話したら、はい、おー、それいいですね、はい、でそのほら最初1年から6年まで聞かそうとしたから、はい、そのしたら来年できないじゃないですかそうですね、ね、で今年4年生だけ聞かしておけばそれ噂も広まるし、はい、3年生がまた見たいなと思うし、でいろいろあったりして、ね、なかなか去年も面白かったですよ。去年は、はい、まあ、1次元分しか時間がないんで、はい、もうギュッと詰めてやるんですけど、まあ、ちょっと落語短いのちょんちょんと2つと、まあ、その鳴り物ですかね、はい、やるという感じで、それも太鼓だけなんですけどね、はい、まあ、ちょっと脅かしたりとか去年も2人ぐらい泣いてましたけど、はいろいろとやるというのもありますし、はい、でやっくり13日がね実は足立区で、まあ、敬老会含めての寄席がなんと2件、午前中と午後で、はい、西新井梅島と、はい、あるようでございます。はい、で西新井梅島の方は、はい、やってるエルソフィアのあの大きいところでやるんで、はい、きっともしかしたらこれ無料で入れんのかなという気もするんですけどね。これでも敬老の日、はい、敬老会だからそのある程度年齢制限と言いますか、ね、この年以上とかあるじゃないですか。そう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 、この敬老の年齢もなかなか難しくて、はい、記念品渡す年齢が年々上がってるんですよね、で前もその60以上だと多すぎるからっつって、はい、前ね78以上したらね、はい、本当にヨボヨボの人しかいなくて笑い声も元気じゃないっていう、そんなかそうんちょっとねやってて本当にその君のお師匠じゃないですけど運でもなければって感じですごかったぐらいありましたけどね、本当にもうすごいですよ、ええ、まあ、ちょっとでも、まあ、踊りとかもいろいろあるそうなんで、その中で、はい、一応上がりやすそうなところに上がりたいなと思ってはいるんですけどね、はい、一応講座がある芸とない芸とあるそうなんです。その合間ぐらいに出るのかどうか分かりませんけどね、はい、まあでもね景気いい頃はだって僕、昔の9月15日に5件掛け持ちとかありましたよ、はい、その敬老会だけ、
ずっといろんなところね、車で回ったりしてましたけど、まあまあそれでもまあ2軒ある分だけありがたいですけどね、はい、まあ、今月こうやってお仕事させてもらえるという、はい、ことでございますから、はいはい、嬉しい限りでございますけどもね、まあまあ杉川さんもなんかあれですか、この新作落語はこのどうなんですか、展望は、はい、展望ですか、はい、どうですかね、あのでもねあれなんですよ、9月の中関はですね、はい、あの新作落語の師匠方が、うんうん、なんかたくさん寄せて鳥を取るんですよ、あいろんな違う場所で、はい、いろいろと、うんうん、どんな方が取るんですか、例えばですね、まあ、京太郎師匠ですね、京太郎、あと炎上師匠、うん、それからあとは天丼兄さん、お天丼、あとは白鳥師匠、このですね、もう新作やってらっしゃる師匠方、京太郎このあとなんか考えたらね、いろいろねあとでそのですね、うん、師匠方が、まあ、取り取るんで、うん、私もなんと予選に入ります、おお、はい、で時間は全部夜とか、ですね、結構バラバラなんですけど、うん、その9月中席6席あるんですよ、うん、でも6席あるってことはだから、あ6席 3席あるんですよ、うん、3席ってことは、まあ、6ですよ、6人取り取りますよね、うん、のうち4つが新作なんで、かなりの割合で新作のなんかそうだね、なんか芝居になる、なんかそういうなんかなんとかジャックみたいになんかすればいいのになんかね、そういうでもなんかね、まあ、完全に新作ばっかりじゃないんですけど、うんうんうん、なんとですね、うん、あ3席どこじゃない、4席だ、4席でしょ、 4人だからね、違う、池袋と新宿と鈴本と国立なんですよ、はいはい、だから4席あってそのうちの、だから4人で、はいはい、じゃあどこにどういうかって難しいところですね、炎上師匠は国立、国立、あと天丼兄さんが、鈴本、うん、で白鳥師匠が池袋 で京太郎、太郎師匠が新宿だったと思って、そうなんですよ、私、ね、国立の炎上芝居が、17、18、20、うんうん、あと、鈴本の、天丼芝居に11、13、18出ますので、うんうん、すごい、はい、あいつもいっぱい出られますね、いつもいっぱい出られまあ、交互出演なんで、はいはいはい、3日間3日間なんですけど、合わせて6日間で、素晴らしいじゃないですか、はい、そうなんですよ、ね、まあ、我々8月、ね、9月10月11月と年末に向けて頑張って、ね、はい、やっていきますからね、はい、落語の方も、まあ、ちょっと私も喉をちょっと1回こう、ね、潰したりしましたけどもう気をつけて、はい、ないようにこれから年末までは突っ走っていかないといけないのでね、頑張っていきたいと思って、でも師匠ほらプロだから風邪で潰すってことはないですか、ね、そうですね、もうそういう方はありえないんですけど、まあ、でも今すごい風邪流行ってますけどね、あそう、周りで割とゴンゴン咳してる人いっぱいいますよ、楽屋で、もうさ芸人はさ、なぜ風邪に来る仕事だから来ちゃうんですよね、いやいやダメでしょ、仕事だから来ちゃダメでしょ、前それこそその新潮社がある、今もう理事になっちゃった人に、あと来んなよって帰れっつって、本当にもう迷惑っつって、ほら生み出すお金が違うわけだから、その人とこっちだからさ人3日4日で生み出すお金がさ桁が違かったりするからさ、やっぱりそんな本当は来ないでほしいよね、まあでも、まあ、マスクねしてるとそれはそれで大げさだってこう思われてしまうと、まあでもそんなこと言ってるけど、一番偉い人がノロウイルスで鈴本ですっくりやってましたけどね、ノロウイルスでね絶対あそこから広まってると思うんですよ、まあ、あえて誰かとは聞きませんが、はい、はい、大惨事ですよそんなことは、あ、なるほど、はい、大体分かっちゃう、はい、今のでね、そうですね、ただその長すぎてすれば最後にやりますけど、なんか使わなくなったスピーカーボックスみたいなのあって、そこにみんながサイン返したんですよ、はい、ただその大惨事の元の師匠はですね、正面の真ん中に書いたもんですから、誰も書けなくなっちゃってすげえめんどくせえ ってみんな言ってましたんで、あったら伝えておいてください、やめてください、合いませんから全然合わない本当にね、まあ、でも一番偉い人はルール守らないってありますからねね、いろいろありますから頑張ってやっていきたいと思いますけどもね、私も、まあ、鈴本のネタも出ましたし、はい、10月の都県会のネタも出ましたし、はい、いろいろと頑張っていきたいと思います、はい、10月は西新井の春菊の会は総民の滝やりまして、はい、鈴本は鳥で居残り左平次を初めて鈴本できっとやると思いますんでね、はい、がっつりの狂話でございますので、はい、来ていただければと思います、はい、それではまた来週お会いしましょう、春菊スイカの今そこ放送局でした、おやすみなさい。